試合開始。東まず1点を出しました。政権の力を突き見せました。お互いに付き合いで入っております。序盤戦ぐーっと入って抜き出しの相手を追い詰めて終わります。右からの蹴り、東中村好き、お互いに付き合い、そして東時折見せる右からの蹴り、右から1回2回と小さな回し蹴り、力強い回し蹴りであります。おととしの優勝者、おととしのチャンピオンの面目にも負けられないこの一戦、東。さあこの対戦見ものであります。右からの回し蹴り、中村追い詰める、ちょっと惜しいですが後ろからの回し蹴り、東後ろから回し蹴りを出しました。ポイントにはなっていないようです。東が準々決勝でちょっと元気がなかっただけに心配ですね。ご覧いただきましたか、東の右の肩口のあたりが赤く腫れ上がっております。あるいはこの試合ではないかもしれません。しかし東の顔面から胸のあたりにかけました真っ赤、中村の方は逆に白くなっております。左から右、左から右、必要に中村の蹴り、主審の大山茂最高師範が割って入りました。ちょっとお互いに掴み多いですね。そうですね、注意、お互いに掴み注意が与えられました。左からの蹴りを出しました東。今度は中村左からの左蹴り。この両方の選手を分けるのは大変でしょう。東が83キロ、中村が95キロ、お互いに突き合いです、蹴り合いです。原点1、中村に課せられました。後ろからの回し蹴り、政権突き中断、これは思わず掴んでしまうんでしょうが、こういう試合をしておりますと、そうですね、政権の突き、そして東右から、そして中村は左からの蹴りであります。左蹴り、お互いに掴むなという最高師範の声。主審を務めます大山茂最高師範の声が場内に響き渡っております。さあ時間がいっぱいになりました。試合終了ですが、3分間の時間が切れました。判定です。難しいところですね、はい、四子審判、副審とも引き分けであります。主審も引き分け、まあ、やむを得ないですね、はい、回し蹴りから入った東、一方突きから入った中村、左から右、そして右と中村が下段の蹴りじゃありますが、まだ有効ではありません。延長戦2分で決着がつかなければさらに2分追加するという場内発表がありました。右からの突き、中段を突きました中村、場外です。中村も顔面が後発と攻撃をしてまいりました。東蹴りから入りました。中村は突きから入った。お互いに体を止めて空手を掴み合っての蹴り合いになりましたが、ここで延長の時間が切れました。ちょっと中村選手の方が分がいいんじゃないですかね。そうですか。さあこの辺をどんな風に判定しますか。これも四審副審とも引き分け、そして大山茂最高師範も引き分けであります。再度延長です。2分間が追加されました。本当にこの東京体育館沸きに沸いております。ものすごい試合になっております。この東隆4団体中村誠2団の試合であります。これは決勝ではありません、準決勝です。準決勝の第1試合、どうしても決着がつきません。危ない、お互いに相当疲れております。しかしなおかつ打ち合い、なおかつ蹴り合っておりますが、もうこうなったらもう中段の突きだけでも本当にはなるんですけどね。ああそうですか、突きです。上段から中段にかけての突き、本当に凄まじい。これが本当に人間と人間とのぶつかり合い、
いわゆる死闘という言葉がふさわしい感じがいたします。この試合です。突きから入りました中村、蹴り、お互いに蹴り合いました。膝蹴り、しかし両選手ともすごい顔をしています。ここで再サイドの延長時間も切れました。どんな風に判定が下るんでしょう。難しいですか。どっちかに上げなきゃならないですね。そうですね、どっちかに上げなきゃなりません。中村選手はちょっと、はい、赤い旗が3本、白い旗が1本、1番赤、1、3、赤、赤い旗が上がりました。中村誠2段、東隆4段を破りました。